はい、皆さんこんにちは、ニヤニーです。本日はですね、久しぶりにこれですよ、まあドッキリと言ったらいいのかな、出張仮面ライダーでございます。先日ちょっとね、僕の、まあ、プライベートアカウントの方で近々、子供の誕生日とかそういうイベントごとがある人いませんかというふうに募ったら、たまたまその2日後に、友達のね息子さんが誕生日ということで、急遽行かせていただきました。いや久しぶりにねこれやったんですけど、やっぱりガワコスをね着ているこっちも楽しい、企画だなということで、まあ、こういう企画もねどんどんやっていきたいなと思っておりますので、ちょっとねやっぱり遠方の方は難しいので、まあ、大阪府内にお住まいの方であれば、お子様の誕生日であったり何かしらの、イベントがあれば、出張仮面ライダーという形で、出動させていただければなと思っておりますので、コメント欄もしくはインスタグラムの DM で、ご連絡いただければなと思います。ということでですね、友人のお子様の誕生日に突入してまいりました。どうぞご覧ください。ニヤニヤチャンネル、テレビの人が来たやん。そんなことある？握手すごいやん。すごい。こんばんは、ヨナ。すごいな。ちょっとあかんよ。すごいやん、テレビの仮面ライダーや、テレビから出てきたんやわ。すごない？リョーマ、なんか言い、何してほしいの？変身してもらわなあかんな。お前は言いたかったんちゃうの、仮面ライダー。そうやん、ずっと言ってたやん。すごいやん。すごいよ。一緒。かっちょいい。はーちゃん、変身して、変身して。変身は？変身。一緒にしようって、そう。今泣くかな。リモちゃん見せてあげて。あ、どうなんの。嘘。こないなんの。ほら、抱っこした。やばいやばい。どんな顔。あー。めっちゃ怖がってる。お前写真撮ってもらい。すごいやん。やば。うわ、かっちょいい。うわ、いいな。見て泣いてる。龍馬、ハルマ、不思議でしゃあないな。龍馬、こう自分カメラ見ない。すごい。自慢できるな。仮面ライダーに当たってな。こっちに来たって言わなあかんな。
ビルドビルド知ってんの、ママ、ママ抱っこしてもらおう。やっぱ面白い、面白い。私も乗ってよ。すごいな。ビルド忙しいから。そうやで。ビルドはさ、テレビに出てきたの。気になる。ラッコラッコ。あ、いいな。わー、あーちゃんこっち向き。あーちゃん何歳？4歳は。よっ。あー、4歳。はいはいはい。大丈夫大丈夫。オッケーオッケーオッケーです。ありがとう。ありがとう。いいじゃん、こうなった。ほなバイバイって。バイバイ。ありがとう。また来てやって。ビルドさんからな。私が喧嘩ばっかりしてたらあかんよって。ママの言うことを聞いて、ちゃんといい子にしてよって。できる人。はい、ちゃんと仲良くできる人。はい。どうも。バイバーイって。バイバーイって。バイバーイって。ほら、行ったらあかんよ。バイバーイ。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございました。無事任務完了ということでですね、まあ、バレずに何のトラブルもなく終えました。いや、これはね、また、今週の日曜日にもね、1名予定が入っておりますので、またね、来週再来週、まあ、ちょっと定期的にこういう動画をね上げていこうかなと思っておりますので、大阪お住まいの方ぜひ、お呼びいただければなと思います。本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ああそうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。